はい。おはようございます。また今日も朝が来ちゃったっていう感じです。はい。えー、っとですね、今日はね、ありがとうございます。たくさんコメントが来てますので、一気にはちょっとすべて紹介できないんですが、ちょっとずつでも紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。天丸様、どうもです。おはようございます。えー、皆さん、仲いいパートナーはいらっしゃると思いますよ。え、しょうまくんは幼い頃から、えー、強力な 女帝たちがバックアップえー、名前に m がつくのは偶然かまあ、確かにですねうんねあの詳しいことはちょっとあれですけども m は確かにつけますねうん確かに山田町子先生もそうですしねうん美穂子先生もねうん確かに まさんよろししくお願いします、えー、羽生さん時代の前浅田さん高橋選手時代の話、えー、海外の選手からフラワーガールに荒らされた氷で滑るのは嫌だという声がありました。 うん、なるほど。これ、ネイサンチェンの件でも少し似てるのはありましたよね。また、別の話ですが、えー、韓国選手権で、えー、キミオナさんが滑った後、えー、プレゼントがあまりにも多くリンクに投げ込まれたため、えー、ファンの中から、リンクはゴミ捨て場ではないと、えー、ではないと、やめようという声が上がったそうです。にもかかわらず、 今まで日本のスケネンは何もしなかった。私はやっぱりプレゼントの投げ込みは反対です。というか、試合中に選手以外がリンクに入ることに賛成できません。うん。はい。ということなんですけどもね。うん。で、あの、これちょっと、フラワーガールに荒らされた、ね、この件ありますけど、ただ、リンクはゴミ捨て場ではないとやめようという声が上がった。うん。そんなこともあったんですね。なるほど。 ユンママ様、よろしくお願いします。え、マイクボ様、二道館ですね。プーサンシャワーについて、他の選手のインタビューを読んだことがあります。えー、誰だったかなえー、海外では結構聞かれている選手多かったようです。私が見たインタビューでは、感動ですね。えー、自分もテンション上がりますって言われていました。それと、多すぎるときは、 羽生くんも手伝ってましたし、えー、ついでに羽生くんにも当たってましたよ。えー、各国のフラワーガールたちもとても楽しみにしていました。だって選別された優秀な子たちだけが、えー、出,れ出れるから、また増えすぎたのは、某、えー、国のファンの文化の違いのせいですね。なるほど。某国。うん。 演技が見えなくなるくらいの爆米ですもん。えー、暴国では爆買いのように、とにかくたくさん多ければ多いほどいいが、愛情表現ですからあ、どこでしょうかね、なんか見当はつくんですけども。うん。でも、とにかく過去の話です。なんで今更と思い、ずっとコメントはしませんでしたが、あまりにも宇野くんかわいそうが続くので、本人たちはきっと今でも普通に、お互い悪感情はないと思うのに、 青い炎でも宇野くんが勝って自分の本来のスケートを取り戻したのが本当に嬉しかったと羽生くんは言っているのに。うん、あね宇野くんが勝って自分の本来のスケートを取り戻したのが本当に嬉しかったと羽生さんは言ってるということですよ。まあ、これからはあんな光景は見れない,見れないんで心配しないでいいと思います。はい、ということですね。うん あのまあ、これからについてはね、まあ、ちょっと分かりませんけども、うんまあ、またいろんな他の問題がね起こったりもするんでそのうちといろいろあるかと思うんですが、まあ、あの、ね、プーさんについてはもう何度も言いますけどもねいな一時のあれだったかなっていう気はしますけどね,、うんねはい、でもこの某国の、ね、これが原因で。 ああなったっていう可能性もあるんでしょうかねうん。日本が起点ではなかったのかどうかそこら辺ちょっと気になりますねこれうん。三輪様おはようございますえ今、ー、朝は子供のサッカーの試合があるから早起きだったので酒は寝てしまい今動画を聞きながらですが私は花束やプレゼントはある程度なら投げ込み賛成派ですがえー、コロナ社会になり禁止だから まだまだ新型や、第9波がいつ来るか、もう9波なんですね、えー。テロも怖いから、禁止のまであ禁止まで、禁止のままでえ、禁止のままでいいと思っています。えー、確かに、プレゼントや花束は嬉しいから、プレゼントボックスにアイスショーでは、すでに昨年もボックス入れ、それでいいのではと、うん。拍手や声援は OK になったから、それで、見たいけど、やはりいろいろ時間やリンクや、 危金や問題が出てきたから、えーその、そのままで、特に文句は、文句までは出ないのではと思います。うん。確かに昔を知っていたら、華やかな感じで良かったけれど、仕方ないのかな。うん。ね、昔はね、本当に良かった、良い,い時代だった、い,い時代だったなって思うんですけどもね。まあ、これからはちょっと制限されてくるということでしょうかね。うん。マ、まあ、スケリールはどういう、えっ、ーえー、と、決定をするでしょうかね。うん。 跡部陽子さん、よろしくお願いします。えー、カブ君、おはよう。えー、プーさんシャワーから記者会見へ。えー、羽生譲選手への悪口になっていませんか？まあ、どちらも過度な行為かもですけど、あ、行為かもですけど、えー、カブ君チャンネルは羽生譲選手ファンもいるということを忘れてほしくないです。うん。 えー、だんだんエスカレートしてきてると感じるの私だけでしょうか。えー、何書いてもいいけど、悪口はいけないという話になってるんじゃなかったでしょうか。ちょっと目に合わる行為だと思ったんで、書かせてくいただきました、うんあ。悪口はね、ダメですよ、うん。悪口はいけないんで、あれ,あれなんですけども。うんまあ、この記者会見の件、ねびっくりしましたけどね、本当に。みきみの様、よろしくお願いします。 えっと、写真変えましたね。うん。こちらね、えー、どうやら後でちょっとね、あのー、コメントをいただきましたんで、紹介したいと思います。うん。バラでしょうかね。とても素敵でございますね。癒されました。今、ちょっと揉めていることがありますので、特にね。うん。えー、そして、かぶくん、おはようございます。何度も説とを持ってということです。あ、何事も。うん。 そうですね。それは本当そう思いますよ。で、スケレンの今後の運営の仕方に注目です。運営側としては、えして、考えが足りないと言われても、仕方がない状況です。四大陸選手権大会のなり込みは、微笑ましい光景でしたえ。日常が戻ってくる感じがあって、あれぐらいがちょうどいいな。うん。そうですね。僕も四大陸の時のなり込みは、ね、そんなに多くはなくて、えー、なんか、微笑ましい感じしましたね。うん。あと、歓声とかもあって、 ねえ、あの、三浦佳生選手とか、キーガンとか、ねあのー、そうこう、なんか温かい感じがそうあったので、うん、良かった気がするの。ああいう感じはいいのかなって思います。ただ、ジャジュンファン選手のショートはね、ちょっとびっくりはしましたけど、うん。アクアマリンさん、よろしくお願いします。えー、佐藤君、大気きな4回転4して、そう、そうらしいですよ。うん。では、なんの種類入れるのかなっていう感じで、うん、気にしてますよ、本当に。 え4回転サルコーは2019年ジュニアグランプリデビュー戦、初優勝したときに飛んでました。ステップーあ、へえ、知らなかったですね。4回転サルコーやってたんですね。ってことは、やっぱり4回転サルコーを入れる感じでしょうかね。うん。まあ、簡単に言ってますけども、すごいですよね。で、この時ゴーレフとイリアアアメリカも同じ大会に出てたと。うん。 なるほどで、2020年、21年シーズンも4回転サルコーを入れてたけど、ブロック大会で、あー、ちょっと分かんなかったですね。入れたのか、うん。えー、完全にちょっと記憶なくなっちゃいました。えー、股関節を痛めて4回転サルコーをやめてた時もあったような、あ、やったかもしれない、確かに。言われてみると、うん。やったかもしれないですね。で、さっきは4回転フリップを入れてたけど、エッジエラーか、えー、 トエッジエラーからですね、アテンション取られていたかな。うん。で、4回転フリップはね、やってましたよね。ライは体調万全に備えて、神高成に期待してます。うん。ってことは、やっぱりサルコーとフリップの4回転入れてくる感じでしょうかね。うん。そんな感じがします。で、アダムくんが、えー、4回転フリップ。をすごい。え、フリップ。4回転フリップ出すトリプルアクセル。すごいすごい。シャイドルフくん、カザフスタンがトリプルアクセル4回転とインスタに乗せてた。おすごいですね。 すごいすごい。あ、待って、でもアダム選手ってすごいですね。4回転フリップやってるんだ。うん。彼、ルッツなんかやってました。フリップなんですね、今度は。うん。サイドルフは天才ですね、本当トリュープラークス4回転とみんな練習ではいろんなコンボを試してる。練習はね、本当ですよね。で、今週、えー、タリニーホテルズカップエストニアで、デニス君がフリープログラム3個点灯で優勝を逃す。あその大会やったんですね。 見なかったです、全然、ちょっと、うん。え、見てみたい。これ、YouTube で見れるのかなちょっと見調べてみます、ね、これ。ステファンは寒いのかな赤いバスローブのようなコートでおセットえー、ちょっと待ってください。全然分かんなかったですね、これ。この大会。え、レフビクビノークールのイスタ、えー、とイスラエルのキスクラに、え、ビチェンコさんがいた。おお、早速ですか。うん。早速なんですね、ビチェンコさんは。ビチェンコ選手、皆さん知ってますかねあの、入れ墨してますよね、ビチェンコ選手。確か。うん。 でえー、そして、ビルタネン先生は今週もワールドフリープログラムミニバムスコアテクニカルスコア64点にわずかに届かず、あー、なるほどですね。ジョセフィン・タイガードも、えー、ワールドショートプログラムミニバムテクニカルスコアが足らず、あとはチャレンジカップを残すためだったんだ。んおペトロティナはやっぱ最近強いですね。ストリーナが203.52点出して、おー、すごい。え エストニア、ペトロティナさん。うん。彼女ね、ポテンシャルやっぱ大きいですね。あの、欧州でも、まあ、完璧にいかなかったんで、結構いい点出ましたからね。うん。この選手はもう何度も言いますけども、ジュニアからシニアに上がっていって、超なんかイメチェンした選手ですね。そう思いました、僕は。うん、今年はショートが、ちょっとエロティックプログラムな感じがしますよね。うん。はい、ちょっとね、今日ね、 少し、かなり忙しくなってしまうので、一旦これ動画を撮りますね。まだまだたくさんコメントありますよ。どれくらいあるかというと、すごい今日い来てますので、まあこれね、ちょっとずつ紹介しますのでね。うん。あの、まあいろんなね、あの、揉め事揉め事、揉め事っていうかまあありますけども、あの、こういった時々フィギュアスケートのね、楽しい話を混ぜながらね、やってった方がいいかなっていう感じなので、ちょっと一旦動画を撮りますね。はい。ありがとうございました。後ほどよろしくお願いします。